グレンデールはアメリカ合衆国アリゾナ州の都市であり、州都フェニックス中心街から約9マイルに位置している。2010年の国勢調査での人口は226,721人となっている。人口の急増するフェニックス都市圏に属する都市である。ナショナルホッケーリーグのフェニックス雇用手図とナショナルラクロスリーグのアリゾナスティングが2003年に ジョビングドットコムアリーナが開設された時に、グレンデールで試合を始めた。また、ナショナルフットボールリーグのアリゾナカージナルスの本拠地、カツトスティートスフィエスタボールが開催される競技場で、2006年8月に開設された新しいフェニックス大学スタジアムがある。2008年の第42回スーパーボールがここで開催され、ジャイアンツとベイトリオッツが対戦した。 どちらの競技場もウェストゲート、シティセンター開発計画の一部であり、人口密度の小さいユカ地区の成長促進を目指している。2009年春季キャンプでは、メジャーリーグベースボールのシカゴホワイトソックスと、ロサンゼルスドジャースがグレンデールに移動し、キャメルバックランチと呼ばれる一つの施設を共用した。グレンデールは、アリゾナの古い首都として、宣伝に努めており、サンセットマガジンや、 USA Today の1998年の記事で支援されている。市の北西には人気のあるショッピングモール、アローヘッドタウンセンターがある。また、フェニックス都市圏では初の医学校、ミッドウェスターン大学と主要な大学卒向け国際、経営学大学院サンダーバード、世界経営学校もある。クレンデール市には2011年完成予定の ライトレール交通線であるバレーメトロが延伸される計画である。グレンレールは北緯33度32分19秒整形112度11分11秒、北緯33.53861度整形112.18639度、33.53861-112.18639に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は55.8平方マイル。この内陸地は55.7平方マイル。水面は0.1平方マイルで、水域率は0.13%である。クレンデール中心街、クリスマス頃のイルミネーション以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人種別人口構成収入と、家計フェニックス大学スタジアムジョビング .com。 アリーナフェニックス大学スタジアムの入り口グレンデールはナショナルフットボールリーグのアリゾナカージナルスの本拠地である。このチームは以前近くのアリゾナ州天比にあるアリゾナ州立大学キャンパスのサンデビルスタジアムで試合をしていたが2006年にフェニックス大学スタジアムで試合をするようになった。著名な建築家ピーター・アイゼンマンが設計したこのスタジアムはその人々を楽しませる。 天然芝のゆえにヒストリーテレビのシリーズもの現代の脅威に登場した。2008年の第42回スーパーボールがここで開催された。ほぼ1年後の2009年1月18日、ナショナルフットボールカンファレンスの決勝戦が行われ、アリゾナカージナルスがフィラデルフィア・イーグルスを32対25で破り、地元チームが初めてのスーパーボール出場権を得た。 ヒラリバーアリーナはフェニックス大学スタジアムに隣接しており NHL のアリゾナ雇用手図とナショナルラクロスリーグのアリゾナスティングの本拠地である2009年にはメジャーリーグベースボールのシカゴホワイトソックスとロサンゼルスドジャースがグレンデールの新しい春季練習複合施設を共用し始めた2010年春にフェニックス大学スタジアムで 第26回レッスルマニアが開催されることが最近発表された。グレンデールには多くの高等教育キャンパスがある。グレンデールコミュニティカレッジはマリコパ郡コミュニティカレッジ地区の一員であり、アリゾナ州立大学はフェニックス西部のグレンデールとの市境を越えたところに西キャンパスを構えている。ミッドウェスタン大学はグレンデールに位置する医学の大学院大学である。 サンダーバード国際経営大学院は国際経営学に特化した大学院大学であり、グレンデールにある。多くの教育学区がグレンデール市内にある。次の教育学区が市の教育を運営している。ありがとうございます。